品番が C の6579 でございます、はい、まずタイプからいこうかな、はい、タイプが2タイプありまして、はい、もびちゃんがスクエアネックです。はい、スクエアです、うん、はい、そしてはなちゃんがプチハイネックですね。はい、こちらの2タイプございます、はい、そしてお色がですね、もびがしているのがボーダーです。はい、ボーダーです。はい、続いて手に持っているのが、はい、ブルーです。はい、ブルーです、はい、そしてブラックです。はい、はい、オフホワイトです。はい、はい、ピンクです。はい、はい、全部で5色展開になっております。はい、お値段いきます。じゃーん、2590円。イエーイ。はい、そしてこちら1月15日の日曜日朝10時から販売予定となっておりますので、はい、お見逃しなく。なく、はい、じゃあもびちゃんお願いします。はい、じゃあおすすめポイントご紹介します。はい、これはね、名前になってるのが発熱リブニットになってまして、うん、吸収発熱ニットになってます。はい、で、なんか吸収発熱はって一応商品ページもね、こんな感じで作り込みが入ってるんですけど、うん、結構その肌着とかではそういう素材多いんですけど、なんとニットに登場しました、うん、はい、なんで今回こういうのを作ったかというと、結構ニットの下に着込むとやっぱ着膨れがしちゃうので、うん、できるだけ1枚で着たいなってお声もあったのだったり、うん、そう、あったか重視のニットって結構分厚いのが多いじゃないですか、その裏起毛とかって、うん、そうですね、そう、分厚いけど、うん、あの分厚いニットでやっぱレイヤードがなかなか難しいけど、あったかいのでレイヤードしたいっていうお声も多かったので、うん、ちょっとそういうこういうものを作ったりとか、結構今年はどちらかというとオーバーサイズっていうよりかは結構コンパクトめなサイズが多いので、寒いのも我慢したくないから、あったかいしトレンドも入れたいっていうので、うん、はい、今回こういうリブニットが登場しております。はい、でこれはね結構あったかいです。今私キャミで着てるんですけど、うん、あ、結構なんかやっぱリブニットなので隙間があまりないので、うん、結構ぴったりしてるのと、うん、私昨日ね、あのこの冬自転車キノコいでいろいろ出かけてたんですけど、これ着てめっちゃあったかかったです。暑いぐらい汗かいてるぐらいだったので、まあ、結構それは体感にもよるかなと思うんですけど、うん、一応最大でこんな感じでプラス 3.2 度もう上昇してくれるそうです。はい、まあ、冷温コンで蒸れにくく適度な温度を保ってくれるので、最大で 0.2 度、プラス 3.2 度上昇であったか効果を、はい、プラスでしてくれる素材が盛り込まれてるリブニットになっております。はい、まあ、でもそういうリブニットって結構シンプルなカラーだったりとか、うん、ワンタイプだったりするんですけど、うん、やっぱりね、皆さんおしゃれも楽しんでいただきたいということで、うん、カラーバリもすごい豊富ですし、もちろんベーシックカラーの白黒だけじゃなくて春らしい、ね、こちらのカラーリングもあるので、本当春先まで多分長く皆さん着ていただけると思うのと、あとタイプも2タイプあるので、うん、骨格も皆さん多分、ね、気にせず着ていただきやすいし、その合ったものが選んでいただけるかなと思います。はい、あとね、プラストレンドでこのフィンガーホールもついてますので、うん、こんな感じであるので、すごいトレンド感もしっかり取り入れていただけるアイテムかなと思います。で、さっきあのちょっと長いかなって、袖が長いかなっていただいてたんですけど、こんな感じで折っても全然多分気にならないので、はい、折っていただいてもいいかなと思います。はい、だからね、本当にこれは盛りだくさん の, あのおすすめポイントが詰まってる、はい、トップスとなっております。はい、ありがとうございます。じゃです、はい、いいとね、あ、腕短い方がダルダルなるかなって、まあ多分ね、まあ、こういうフィンガーホールなので多分長めには作られてるかなとは思いますが、うん、それこそあの折ってもらったら、そこまでね、多分気にはならないかなと思うので、私は多分気にせず全然折るので、それかもしこの縫い目が気になる方とかは内側に折っていただいてもいいんじゃないかなと思います、うん、はい、このリブジンニット自体がどちらかというと薄手な方にはなると思うので、折ってもそんなごわつきは、あ、あ、いいんじゃないほんまやね、やりながら多分そんなにお袖部分がよりごわごわしちゃうって感じはしないかなと思うので、こんな感じで折ってもらうと、あ、いいじゃないですか、うん、なので分かんない分かんない、うん、全然ね、そうですよね、うん、シンプル、うん、なんかもしちょっと長いなって感じる方は内側に折っていただいてもいいかなと思います、うん、はい、ありがとうございます。で、ぽっちゃりには苦しいですかねって、あ、でも結構ね、これはね、伸縮性はすごい、すごい、はい、すごい、ほら、そう、すごい、そう、二の腕部分とかも結構、ね、あの伸び伸びではあるので、だいぶ柔らかい目の、はい、なんかね、伸び感があるよね、うんうん、なので結構着ていただきやすいかなと思います。はい、でサイズはございません。はい、うん、なのでタイプ
が終わりました、はい、サイズはワンサイズになっております、はいはい、チクチクないですか？肌触りはどんな感じですか？そうですね、私結構敏感肌なんですけど、うん、今のところ素肌で着ててもチクチク感はなくて結構柔らかい、うん、はい、アイテムかなと思います。でね、あゆみさんコラボのリブニットと生地感似てるかなってもらってるんですけど、あ、見た感じのリブ感は似てるかもしれないんですが、うんうん、あの素材感結構違うイメージかな。そうですね、なんかこっちの方がちょっと柔らかいイメージで、うんうん、あゆみさんの方がちょっとだけ気持ちいい、うん、あの張りがあるようなイメージです、うんうんうん、記憶なんですけどね。そうですね、でも私もそんな気がします、うんね、こっちかなり伸縮が、うん、レタスの中のあるリブニットの中でも、うんね、うん、だいぶ、うん、柔らかさ強い気がします。うんうん、はい、あ、もぎちゃんパンツかわいいです。あ、ありがとうございます。多分、そうですね、うん、今後発売するパンツかなと思うんで、お楽しみにしててください。うん、はい、あ、そうね、下にヒートテック着なくて良さそう。あ、そうですね、確かに、あ、つがみさんとかだったら、うん、ね、いらないかもしれないです、もしかしたら。はい、じゃあ次もびちゃん違う色を着てきてもらいます。はい、好きなやつ着てください。オッケー、それ直せて私も着ます。ありがとうございます。はい、今からちょっと高速系で、はい、どんどん色を全部着て、二人で、あの、タイプ違いで同じ色でコーデしていくんで。確かに確かに。はい、じゃあ、黒の、うん、スクエアとね、口を履いていこうかな。はい、お願いします。はい、どちらのタイプの何色が好き？難しい。私はね、でも初めてこれ見た時にシンプルにボーダーがまずデザイン的に好きになって、うん、で発熱なんだと思って、やっぱボーダーが一番推しなんですけど、ただ色的にね、ピンクも好きなんですよね。ピンクの色味めっちゃ可愛いですよね。もっちゃんはどうかな。でも私はやっぱボーダーは本当に一目惚れというか、うんね、はい、あとミニトマトでボーダーとは、うん、でも結構ブルーの色味もすごい好きです。うん、もぴちゃん最近ブルー結構好きだよ。あ、そうですね。ブルー好きですね。目にやっぱ止まりますね、ブルーは。はい、うん。スクエアめちゃくちゃ欲しいんだけど、厚刈さんには厚そうですか？いや、ハイネックと比べるとスクエアの方が涼しいと思います。やっぱり出てる部分がね違うので、うん。なのでそんなに暑がりさんが真冬に暑すぎるってことではないかなと思います、うんはい、うん、もぴちゃんのは前後逆でも着れる感じですかってもらってるんですけど、スクエアってことかな。あ、そうですね、特にないと思います。そうですね、うん、イメージもなかったと思うんですけど、うん、そうですね、ツーウェイとはなってないので、うん、もしかしたら肩線がなんかずれたりとかはあるかもしれないので、ね、綺麗に着ていただけるのはやっぱりスクエアの方かな、うん、はい、と思います。はい、オッケー、はい、じゃあカラーを着ていきます。はい、お願いします、うん、黒のプチハイを着てきました。こんな感じです。プチハイもね、すごいあのやっぱりあのハイネックすぎないので、やっぱ首元も結構当たるのが気になる方とかもあの結構着ていただきやすいかなと思うのと、あと首元も結構柔らかくて伸縮性があるので、苦しさは全然なく着ていただきやすいかなと思います、はい、アームウォーマーは上から着れそうですか？あ、この上からアームウォーマーをするってことか。あ、でもいけるんじゃないかな。多分そんなにね、分厚い素材感はすごいあの分厚いニットではないので、多分この上からそういう着たりとか着込むとかは多分大丈夫かなと思います、うんうんうん、この前に出た C6260 のニットと素材感の違いを知りたいです。あ、OK です。 C6260 ちょっと待ってくださいね、ちょっと間違ってたらあれだから、多分あのリブニットだと思うんですが、あーこれねこれでかいですね違いは、そこにサンプルあるかな、ちょっと後で。どうだろう、品番言って。あ、C6260 です。C6260。はい。多分ね、なんかもっちり感が多分違うと、多分分厚さも確か違うと思うので、ちょっとお待ちくださいませ。これ？あ、もう細いタイプです。細めの、結構タイトめな。あー。あ、そうです、そうです。ありがとうございます。おー、はい。はい、あ
ありがとうございます。あ、でもこの在庫全然ないですね。ちょっとこんな感じですね。まずリブの太さがまず違うのと、あと厚さ、厚みが違うと思います、うん、結構こっちの方が C6260 の方が肉厚感がある感じで、今回の方が気持ち薄手、はい、薄手だけどその分発熱ニットになってるので、あったかさはそこまで、こちらの方が分厚さはあるのですごい差はないかなと思うんですけど、まあ、こっちの方がね、あのそういう機能性も備わってるので私もこれ2つ着て、あの検証はしてないのでどっちの方があったかいとは言いにくいんですけど、でも多分あったかさはすごい差はあるわけじゃないかなと思います。あと多分そうだろうな、身幅とかはそこまで変わらないかなと思うのと、あと丈感も、うん、やっぱり生地感かな、生地感が全然違うかなと思います。 C6260 の方が肉厚感があるので、だからレイヤードとかするんだったら多分今回の方が薄手なのでしやすいかなと思います、うん、多分レイヤードでもトップスでも使いやすいのはこっち、今回の日曜日に発売する新作の方かなと思います、うん、はい、身幅はね、身幅はお待ちください。あとはタイプがね、うん、あの C6260 は3タイプぐらい首元のタイプがあったのと、あとサイズ感もあったのでそこも違うけど、多分大きい違いは本当肉厚部分厚さが違うかなと思います。で着丈はね、あ、着丈は今回の方が、今回の方が長いですね。60センチなので長いのかな。身幅とか肩幅はそこまで差はないかなと思います。はい、です。はい、お待たせいたしました。あ、かわいい。さっき、いいですか。黒。うん。こちらもかわいいでございます。ありがとうございます。こんな感じで、はい。ただ、はい、ハイネックか。はい、プチハイ。プチハイで、はい、パジャマスクエアですね。うん、の黒で、お互いコーディネートをしてみました。うん、じゃあ、練習に行こう。一周回りましょう。はい、せーの。くるくるくる。こんな感じです。はい、です。じゃあ次のカラーいきましょうか。はい、そうですね。カラーっていうかのモビス、次のカラーいきましょう。あ、オッケーです。はい、じゃあピンク、うん、お願いします。はい。はい、という感じで、あのカラーごとにいきますね。うんうん。うん。やっぱね、私こっちのライブの画面の方のコメントとこっちに入ってくるコメントが、うん、数が全然違うって。そう。なんでだ。なんでなんだろうね。うんうん、なのでちょっと正面で読もうかなと思います。サイズはいったちょっと下の方に行こうかな。ハラモピちゃんはプチハイかスクエアどっちが好きですか。これはまた難しい問いでございます。私は結構両方好きです。はい、どっちかって言われてるけど、そうなんですよね、うん、結構スクエア大好き人間だけどハイリックも大好き人間だからかな、一緒かな。ちょっとごめんなさい、モフィちゃんとハラちゃんは両方同じぐらい好きでした。なんか結構カラー違いで、タイプ違いでなんか欲しいなって思ってます。確かにね、なんかバランス取るんだったら濃いめのお色で、あの肌見せして抜け感を出すと重くならないので、濃いめのお色だったらスクエアとかにして、で淡いめの薄いめのお色だったらプチハイにして、あのプチ淡いめのカラーだったら重くはならないので、そういう感じで選んでいただいてもいいかもしれないですね。うんうん。ハイネックは首元苦しくないですか。花ちゃん一応それとタイプだと思うんですけど、あの全然苦しくないです。なんかこの首の上の方、喉仏あたりなのかなとかまで当たる感じは全然ないので、あと生地もすごく柔らかいから、うん、全然苦しいとかないですね。うん、でニットの品番を教えてください。ニットは C6579 でございます。こちら日曜日の新作になるので朝の10時から販売予定となっております。うん、あ、何かアウター羽織れますか。袖から出る長さも見てみたいです。何か羽織れますか。袖から出る長さも見たいです。ジャケット、うん、なんか一般的というか、なんかシンプルジャケットの長さ、アウターがこれだとしたらこんなぐらいかな。まあ本当にね、
そのフィンガーボールを作るところまで必要なのでやっぱり長さがね。だからこんな感じですかね。お、ありがとうございます。合いますね、やっぱり素敵ですね。じゃあ花もピンクですね。あ、はい、はい、お願いします。ピンク着てきました。ピンクねめっちゃいい色ですね、うん、濃すぎずちょうどいい柔らかいピンク、すごい一気に春らしさがプラスされるかなと思います。多分顔写りはね全然大丈夫かなと思うんですけど、うん、こんな感じです、うん、ボーダーの透け感どうか。ボーダーの透け感ね、来た時多分そんなに感じなかったと思います、うん、ね、うん、全然ありがとうございます。なんか透けを気になる、気にするなら多分透けにくいインナーにしていただいた方がいいと思うんですけど、多分あの画面で見てた感じそんな透け感は気にならなかったので、まあ、しかも多分ボーダーが結構目くらましに上がるかなと思うので透け感はそこまで気にしなくても大丈夫かなと思います、うん、はい、また後でアイボリー来た時に透け感もしっかりあのお伝えしようかなと思います、うん、あ、毛玉レースカーディガンの下にプチハイタイプの方を合わせるのは変ですか？厚さ的にモゴモゴしちゃう感じですか？あ、でも厚さは大丈夫な気がする、うん、多分結構毛玉レースもちょっとあの細身の袖とかではなかったので多分、ね、厚さは大丈夫だと思うのと、あと合うと思います、うん、めっちゃ相性いいと思う、プチハイと、まあ、白とか間違いないし、あえてカラーものとか入れてもらっても可愛いと思うので、え、絶対いいと思います。私もしたい。あ、絶対可愛いと思う。それこそちょっと後でやってみようかな。このあきこさんコラボの今日これ私服で着てきたんですけど、多分これとプチハイとかでも、あ、着ようか。あ、いいですか。あ、嬉しい。ありがとうございます。ピンク と嬉しい。嬉しいですね。変態みたいな言い方しちゃったんだけど。え、でもめっちゃ合うと思います。うん。レイヤーのね大丈夫だと思います。うん。あ、スクエアの後ろの首の開き具合はこんな感じです。めちゃめちゃ空いてる感じはしないかなと思いますが、こんな感じです、はい、あ、ブルーが少しグレーっぽく見えるけど実際はどうなのかな。あ、でもちょっとグレー味は入ってます、うん、ブルーグレーって感じ。でもグレーでもブルーの方が混率は多いかなと思います、うん、はい、でもちょっとなんかちょっと気持ちグレー味は入ってるかなと思います、はい、なのでより使いやすいカラーな気がします、はい、ブルーよりちょっとね落ち着いた印象になるかなと思います、うん、なんか嬉しいとか言っちゃったからなんか変態みたいな発言しちゃったかなと思って、うん、あ、ニットの比較良かったです、ありがとうございます。ハイネックはね全然大丈夫そう、うん、お尻ね、これは難しいですね。でなんかピンク着たらピンクもいいなってなってます。だからなんか全色欲しい。全色あの違うタイプで買って欲しいですね。うわ、うわ、うわ。これはちょっと決めるのが大変だ本当に。うん。おっちゃんのネックレス長さ何センチくらいもの。ああどうだろうこれ。何センチなんだろう。ちょっとね、サンプルなのでわからないんですけど、ちょっとまた後で時間があったら、うん、何センチなんだろうなこれ。でも多分そんな長くはないのかな。多分結構通常のネックレスぐらい、一般的なネックレスぐらいなのかなとは思ってます。うん、うん、ね、すっかり春服ですね本当に。やっぱカラーもちょっと春物が、春っぽいカラーが増えてきますね。うん、うん、何の人だったっけ。あ、カーディガンに中合うかってこと。あ、そうです、なんかレあの毛玉レースの、ああ、この感じになると思います、うんうん、え、でも全然いけると思う、めっちゃいいと思いますよ、うんうんうん、これちょっともぴちゃんの私服で借りましたけど、こんな感じで出てここ出ても可愛いし、うん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 、お持ちだったらぜひって感じで、うん、毛玉レースでも全然大丈夫だと思います、うん、大丈夫だと思います、うん、はい、で、脱ぎますね、ありがとうございます、ごめんなさい、よいしょ、プチハイネックは首元苦しくないですか、締め付けが苦手なので、うん、大丈夫です、うん、私もハラちゃんも来て、うん、結構あの伸縮性もあって柔らかいので、うん、苦しさはそこまで気にならないかなと思います、うんうん、思います。じゃあ、うん、ピンクがちょっとあの色が似た雰囲気になってしまったでもピンクはね、うん、なんかちょっと
ういう、まあ、白ってもいいんですけど、そうダーク色と合わせても今とかやったらすごい可愛くて、うん、トップスがねふわって入る感じがして、ね、可愛い気がします ね, ね、うん、じゃあ次のカラーに、そうですね、あと2色かな、1個1個にしよう、1個1個にしようかな、そうします、うん、やっぱ行こうか、 OK です、はい、OK です、あと2色、じゃあ、じゃあ、ね、ブルー着てきます、うん、お願いします、はい、という感じです。ちなみに今日のさこれとか合わせても可愛いんじゃないでしょうかね、絶対可愛いよ、ね、これ可愛いんじゃないかいって思うんだが、ね、ピンク素敵ですよね、ピンクも素敵って、よいしょ、今のモビちゃんのスカートの色ではな、他は何色合いますか？全部合う気がしますね、うん、チャポール、チャポール、そうです、ミクロなのでね、何でも合うと思いますよ、うん、基本的にセミクロはそんなに色を選ばないです、ベーシックカラーなので、うん、こういうコーデもいいと思います、はい、うん、行こう行こう、あ、はやいこさんね、買っちゃいますねカラーで、はい、あ、ボブカフェです、ありがとうございます、照れるなぁ。モカブラウンのジャケットには何色が合いますか？これじゃないですか、白はもちろん合うんですけど、さっきあのあれです、あれです、ボーダーも合いますよ、ボーダーももちろん合います、これですね、モカっぽいジャケットなんですけど、このコーデとこめっちゃいい気がします、ほらちょっとカバンがあれですけど、お母さんってどうかな、わーかわいい、うん、ありがとうございます、いいわいいわ、モカジャケットかわですね、ピンクも合うし、正直モカ系ならばブルーとかもすごくいいと思います、ピンクだとより女性らしく映るし、ブルーだとより爽やかでちょっとかっこいい感じになるんじゃないかな、あとはベーシック色全部いきますね、はい、じゃあ私がブルー、ブルー、はい、あ、ありがとう、はい、お願いします、ブルー着てきました、ブルー、ちょっとブラウスの中にあのインナーっていうかレイヤードできてきたんですけど、これはイーちゃんコラボのブラウスですね、でもなんか可愛いし、もちろん襟付き の, あのブラウスとかでもめっちゃ可愛いと思います、多分襟付きは私好きですね、多分ちょっとここにサンプルが襟付きがなかったのでちょっとあのできなかったんですけど、普通のシャツ の,、ね、あの形でもめっちゃ可愛いと思います、なのでなんかブラウスとかも合わせれるので、うん、春先もめちゃくちゃ使っていただけるかなと思います、しかもやっぱ結構あの薄手なのでレイヤードがすごいしやすい、確かに、うん、本当にしやすい、やっぱ、ね、レイヤードするときに私もやっぱリブニット結構持ってるんですけど、分厚いものはやっぱりちょっと着膨れして見えちゃうものもあったりするんですけど、これはね結構すっきり、うん、あのして着れるのですごいおすすめですね、うん、しかもそんなトレンドも関係ないので毎年着れるし、結構1着あったらめちゃめちゃ重宝すると思います、うん、うーんと、あ、ありがとうございます、嬉しい、あ、よかったです、イーちゃんブラウスに合わせたいと思ってね、全然合うと思います、ぜひしてみてください、うーんと、あ、ハラちゃんのティアのブラウスには合わせられそうですか、あ、合わせられると思います、いいと思います、うん、いいと思います、ね、そのリボンこうかわらチラッと見せてね、かわいいと思います、ぜひしてみてください、うん、あ、胸元が目立ちにくいのはスクエアですか、あー、そうですね、多分骨格にも多分よるかなと思うんですけど、やっぱりここがしっかり空いてる方が胸元はちょっとあの強調は軽減されるかなとは思いますね、うんうんうん、襟付きでも絶対大丈夫です、ちょっとね、あのここにこの2階とか言ってたわスタジオにあの襟付きのサンプルがなくて、ブラウスの、うんうん、絶対襟付きも可愛いと思います、そう、可愛かった、私昨日ピンクのブラウスにあのボーダー
お礼宿してきたんですけど、襟付きのブラウスってめっちゃ可愛かったので襟付きもぜひしてみてください。そしたらね、ちょっと見せたい見せたいんですよ見せたい。うわなんか手勢折ってるわ。ちょっと顔はこんな感じこんな感じ、これね襟付きなんですけどね、こんな感じで、あのボーダーも可愛かったです。ちょっと可愛い顔がなんとも見えへんかもしれないですけど、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。あ、いいですね、カジュアル。カーキとの合わせめっちゃ可愛い。カーキブルー可愛すぎたと思って、よくもぴちゃんが持ってきてくれたから持ってきてくれた。あ、そうです、めっちゃ可愛い。ブルーかけるカーキいいですね。カーキとブルーって可愛かった、合うんだね。うん、多分ね、あのピンクも合うと思いますよ。あ、確かに、うん、カーキめっちゃ可愛いと思う。この暗めなカーキはカラーと合わせやすそうです。うんうんうん、はい。じゃあ次もぴちゃん。はい、白ですね。そうですね、ラスト白、はい、うん、ラスト白いきます。はい、はい、じゃあ私最後スクエア、うん、はい、お願いします。はい、というわけで、うんうん、襟付きのシャツね、オッケーですよ、全然いけちゃいます。うん、もぴちゃんのズボン言ってくれたのかな。あ、言ってないです。あ、オッケー。ね、これはね、どれかな、多分M3497 なんですけど、うん、もしかしたらちょっとカラーはかけてるかもしれないです。はい、ごめんなさい。はい、でございます。うんうん、口フェア骨ストでもいけるから嬉しいです。そうですね。あの、タートルすぎないからね、結構いい感じに着ていただけるかなと思います。やっぱりめっちゃ暑いんやわ。めちゃっていうか、我々動いてるのもあるけど、あったかいです、うん、結構あったかいです。薄手やのに、ほぼほぼ感じるね、うん、多分私たちの動いてる熱をね、すごい保ってくれてる気がしております。うんうんうん、うん、ね、縁入って万能だよな。普通とでもいけちゃうし、本当にありがたい。そうなんですよね、私もだから昔からプチハイはね、めちゃめちゃ好きです。やっぱ冬もね、うん、夏とかもノースリーブのプチハイとか結構、うん、着てしまうタイプだから、うん、あ、もぴちゃん履いてた黄色スカート OK です。じゃあ後で履こうかな、次。あ、確かに、あの、他にも色ありますよ、うん、ありますので、はい、じゃあ次の、 あの白着るときに着てみます。確かに良さそう。さっきね、もぴちゃんが履いてたやつを履いてみてほしい、はらちゃんにもって着てるから。うんうん、あ、その子で真似したい、ありがとうございます。ぜひぜひ、結構カジュアルで、カラーコーデが好きな方なんかはね、ちょっとなんかかっこいい系のコーデになります。してみてください。ピンクはブルベより A ベよりですか。ちょっと桜っぽい。確かに桜、あ、確かに桜ですね。うわー、いい表現。うん。いい表現。どっちかなー、でも、難しいっぽい。春さん得意そうだーって思いますけどね。まあ、私たちも全然いけてたんで、そんなにめっちゃ迷ってはないですけど。うん。うん、青みというよりパワーって感じだよね。そうですね。うん。うん、じゃあ最後ね、はい、最後アイボリーです。あ、そうです。寒がりのもぴちゃんでも暑いやったらこの冬絶対買いです。いや、本当に私は買いますね。これはガチ買いしたいです。うん、欲しい。ヒートテック1枚ですらほんまに寒いので私も着込みまくってるんですけど、暑いぐらい着込んでるんですけど、ね、本当に私はこれ欲しいです。だって着込まなくてもまずあったかいから嬉しいですね。うん。あ、そのスカートの品番教えてください。OK です。このスカートはもう発売はしてて、品番は、あ、うん、これがサンプルだからちょっと品番のタグがなくて少々お待ちください。最近の新作やからカテゴリーで調べたら結構上には上がってくると思うんですけど、新着順にしたら、うん、何やったかな、まあね、すごい、あの、めっちゃね、じわじわ欲しくなってます。このスカート全部で4色展開で、白、黒、黄色、あとブルーの4色展開なんですけど、結構素材感的にオールシーズン使え、今の時期はタイツは必須になってくるんですけど、結構オールシーズン使える素材感なので、すっごい欲しいなって思ってます。じわじわ欲しくなってる。あと品番が M3855 のティアードスカートになります、
よかったら見てみてください。うんうん、ラピュタのジャンスか骨太さんでもいけますか。あ、でもここがね結構しっかり空いてる方かなと思うので、まあ、骨太さんでもいける気がする。しかもそれこそ今私スクエアネックと合わせてますが多分相性いいので、それこそ骨太さんとかねスクエアタイプも結構得意だと思うので、こういう得意なものと合わせてもらったらいけるかなと思います。さっきナツコさんのカーディガンネイビーに合わせるのは何色がおすすめ。多分どれも可愛いと思う。全色合う気がします。白黒は間違いないし、ボーナーも可愛いし、うん、ピンクも可愛かったし、多分あえてブルーの同系色で合わせるのも私結構好きなので、わかる、うん、全色合いますね。でも間違いがないのは白黒ボーダーかなと思います。まゆちゃん足元はブーツです。ちょっとカジュアルめなブーツで合わせておりますが、ヒールがあるものでもいいし、スニーカーとかでもローファーでも可愛いと思います。プリーツスカートはね、そうです、2点目にご紹介して、またおしゃべりコーナーで着ると思うので、またコメントいただけたらと思います。またあと IGTV もよかったら見返してみてください。はい、うん、こういう感じかな。あ、可愛い、ワントーンコーデ。あ、可愛い、ワントーンコーデいいですね。はい、こういう感じに白になります。うん、でさっきもっちゃんが履いてた黄色の白、うんうん、黒もあるんですけど、うん、さっきね紹介してくれてましたが、こんな感じで可愛いです、はい、よし、じゃあ前職いけたので、うん、この行こうかな。あ、そうですね、うん、だから私もそれをもう一回着る。はい、ありがとうございます。あとアイボリーで黒キャミやと透けるかなっていただいてるんですが、今私白のキャミでこんな感じなので、やっぱ黒は透け感はあると思うので、アイボリー着る際は透けにくいお色のインナーの方がいいと思います、うん、はい、スカート透けますか。あ、ハラちゃんのさっき着てたやつ、履いてたやつですね、は一応銅素材の裏地はついてるんですけど、多分白は自然光、太陽光とかに当たるとちょっと透けると思うので、うん、白はペチは履いていただいた方が安心かなと思います。他のカラーは多分このジャージとかは結構しっかり濃いめの色なので大丈夫、そこまで気にはならないかなと思うんですけど、白だけは、はい、もう一枚履いていただいた方がいいと思います。うん、あ、はるちゃんのスカート気になってました、ありがとうございます。うん、あ、撫で方なのですが、ジャンスカの方にも落ちやすいですか。あ、どうだろう、私も多分どちらかというと肩は撫でてる方なんですけど、撫でてる方なんですけど、でも結構ここがね太いので、結構細いものは私も結構ストンストン落ちちゃうんですよ。けどこれは結構しっかり幅もあるので、そこまで気にならないかなと思うんですけど、ちょっとライブ中動きながら検証してみようと思います。うん、あ、ぽっちゃりさんに着やすいして見えるのはどれでしょうか。黒は間違いないかなと思います。あとは骨格かな、骨格によって、うん、多分より似合うネックタイプがあると思うので、それを選んでいただいたら